本部が入居しているビルビズメディアは、北アメリカにおける日本の漫画、アニメの翻訳出版と日本アニメの映像販売を行う企業。本社はアメリカ合衆国サンフランシスコに所在。フランスのパリにヨーロッパ支社を持つ小学館集英社、小学館集英社プロダクションの関連会社である。旧本部、ドラゴンボール、悠々白書、らんま1、2、ドクタースランプなど、集英社や小学館の人気漫画を中心に、鋼の錬金術師、火の鳥、ブラック、ジャックなど幅広く出版している。雑誌では、少年ジャンプの英語版少年ジャンプや、北アメリカ発の少女漫画雑誌少女ビート等を発行。翻訳出版以外にも、アニメ、漫画情報誌アナメリカも発行している。世界の中心で、愛を叫ぶや、下妻物語などの小説や、灼眼のシャナなどのライトノベル作品も出版している。英語圏の人間にもわかりやすいよう、日本語で書かれた絵描き文字を英語に直したり、日本語のジョークを別のものに置き換えたりすることが多く、評価するファンがいる反面、否定的な意見も少なくない。英語圏において、自社名義で英語版を翻訳出版しているほか、自社が英語版の出版権を持つ作品については、非英語圏の出版社と日本の出版社との間での仲介業務を行っている。日本 SF の翻訳レーベルハイカソルの立ち上げを2009年1月に発表した。ハイカソルの名前は、フィリップ・K・ディックの高い城の男の原題の中にあるハイキャッスルを日本風にしたもので、ロゴは天守を図案化したものである。ありがとうございます。